今回はコネクソ卒業。コネクトの書を使うべきキャラトップ10を紹介するわ。最新版に更新しているから要チェックだぜ。コネクトの書は枯渇しやすいからね。この動画を参考にしてコネクトの書を節約できたら嬉しいわ。みんなも参考にしてくれよな。では早速第10位。アナスタシアよ。2023年最後のモンストニュースで重心化開したキャラだぜ。このキャラはコネクトの書を使わないメリットもあるの。ちょっと特殊なキャラになっているわ。そのあたりもしっかり説明するわね。よろしく頼むぜ。アナスタシアのコネクトの書発動条件は、種族や人以外のキャラを含まない、または線形砲撃型以外のキャラを含まない。種族か線形がかなり縛られてしまうんだな。だけど、コネクトスキルが本当に強力で、超アンチ重力バリア、友情ブースといえる、パワーオーライムになってるわ。コネクトスキルを発動できたら友情コンボの威力が重心化の時の6倍よ。はぁ？重心化でも十分強かったと思うけど。さすがにこの時代では弱いと思われたんだと思うわ。サブ友情で爆発も持っているから本当に優秀なキャラね。でも、艦隊を組んで運用するなら使わなくていいんじゃないか？みんながみんな艦隊を組めているわけじゃないからね。このキャラにコネクトの書を使った方がいい理由は、艦隊で使わない時もあるってことね。アナスタシアは白爆発での誘発や SS での友情火力アップがあって、サポート面でもかなり優秀なの。クエストによっては1体だけ編成しておくと楽になることもありえるわ。そんな時に他のキャラを亜人や砲撃型で揃えるのはちょっと大変。だからコネクトの書で補うってわけよ。なるほど。サポート目的だったら、艦隊を組むなんてことはしないもんな。あともう一つ。これは未来投資に近くなるんだけど、アナスタシアと全く同じアンチアビキャラがいるわ。しかも超強力なキャラなの。誰なんだ？想像もできないぜ。シャルルマーニョよ。でも、シャルルマーニョは聖騎士のスピード型。コネクトの条件が噛み合わないから、コネクトの書でカバーするって感じね。これは使う価値ありそうだ。将来シャルルマーニョとアナスタシアが活躍するクエが来そうだぞ。そんなアナスタシアなんだけど、コネクトの書を使わない方がいい場面があるわよ。そんなことってあるのか？強ければ強い方がいいじゃないか？それはアナスタシアの友情メインじゃなくて、他の友情キャラをメインでクエストを回るときね。アナスタシアのコネクトを発動させていたら、アナスタシアの友情が強力すぎちゃうのよ。そうか。わざとアナスタシアの友情を強くせず、ボスを倒してしまう事故を起きにくくするってわけだな。そういうこと。だからアナスタシアを2体持っている人は1体だけ使った方がいいって理由で10位よ。モンストも頭を使うゲームになってきたな。ボケ防止でいいんじゃない？次、第9位。サルタヒコよ。結構昔のキャラだな。こいつにコネクトの書を使っていいのか？天魔球で困っている人は使っていいわよ。普通に強いから損はしないと思うわ。サルタヒコのコネクトの条件が、自身と種族が異なるキャラが3体ね。コネクトスキルは超アンチ重力バリア、無属性耐性 M、超レーザーストップね。神以外しか組めないキャラになっているんだな。これはきつそうだぞ。天魔球だと今は悟りが最強時代だし、悟りは亜人だから一緒に組むのは問題ないわよ。だけど、悟りも持っていないってなると他に強いキャラはコラボとかのキャラになってくるわ。チェンソーマンとか炭治郎&ネズコとかを使っている動画を見たことがあるぞ。そんな時に役に立つのがサルタヒコ。このキャラは天魔球でアタッカーとして活躍できるわ。しかもサルタヒコの SS は触れた敵を HP 吸収状態にするものになっているのよ。サソリにもダメージが通るためサソリ処理に使えるわ。あれってみんな毒で倒していないか？動画で見たことあるだけだけど。HP 吸収状態は毒と違って魔導士の状態回復で解除されないのよ。万が一魔導士が残っていても SS を使えば、サソリを処理できるから緊急の時に使うこともできちゃうわ。結構前に実装されたキャラだけどなかなか強いキャラなんだな。天魔球のキャラがおらずサルタヒコなら複数持っているとかならこのキャラでクリアできるわ。しかも強い。天魔球だけを見ているならサトリをガチャで狙うのがベストだけど、オーブを節約したかったら試してみて。このキャラも候補に入れておくぞ。コネクト条件もちょっと厳しいしな。次、第8位。シュウリンね。キャラとしては超昔からいるキャラだな。最近ちょこちょこ使っているって耳にするぞ。未開の第151で使えるからね。あそこは適正キャラが少ないから重宝するわ。周囲のコネクトスキルの条件が、自身と種族が異なるキャラが2体以上、かつ自身と線形が異なるキャラが2体以上ね。出たよ。かつ、モンストで一番嫌いな言葉だぜ。種族が侍で線形が砲撃型だからまだマシだけどね。コネクトスキルが超アンチワープ、超アンチ減速壁、回復 M。4つの種族にキラー適用の3アンチアビリティになるから結構強いキャラになるわ。源流封じ M と気候封じ M を持っていたもんな。これは刺されば強さ全開だぜ。種族と線形が異なるキャラだから、結構制限をかけられちゃうわね。特にアビニベーシャをこれからやろうと思っている人はこのキャラを使う人もいると思うわ。あそこってちょっとめんどくさいんだよな。あれ？そういえばあそこの適正キャラって。最適正キャラの一人、同時キリアスツナがいるのよ。あのキャラの種族は侍になっているわ。少し相性が悪くなっちゃっているのよね。そんなことを考えないといけないんだよな、コネクトスキルって。
そんなことを考えたくない人用におすすめね。工場キャラの中でも結構使えるキャラの一人だし。でも、これは全キャラに言えることだけど、未開51やアビニベーシャに困っていない人は使わなくていいわ。プレイヤーにとって困っているところって違うしな。今回は我々独自のランキングってことを忘れなくだぜ。次は第7位、アーサーよ。お、限定っぽい工場キャラの登場だぜ。工場キャラ3連発。アーサーはコネ書を使っていたら便利なキャラになっているわ。アーサーのコネクトスキルの条件が、非属性のキャラが1体以上、または合計ラック100以上ね。別属性を入れないといけなくなるのは辛いところだ。アーサーのコネクトスキルは超アンチダメージボールと重力バリアキラーになっているわ。これによって4つの超アンチアビリティキャラになるし、重力バリアの敵にはさらにダメージが増えるわよ。超アンチアビリティ4つ持ち？これはすごいぞ。高難易度の最適性クエストは極楽浄土くらいなんだけど、そこだけじゃなくアーサーは汎用性の化け物になるわ。闇属性のクエストで困ったら、とりあえずアーサーってことができるわよ。邪魔にもならなさそうだからいいと思うぜ。それにしても非属性1体編成って辛い条件だよな。アーサーの愛用している剣がエクスカリバーだから、エクスカリバーと一緒に使って欲しかったのかしらね。低難易度だったらそれもできるけど、高難易度になったらちょっと辛い話になるわ。やりたいことはわかるけど、実際それができるかどうかって別問題になるぞ。アーサーは正直今のキャラと比べると劣るけど、キャラ持ちが少ない人とかは、コネ書を使ったアーサーを持っていたら役に立つわよ。アーサーは人気キャラだからな。好きな人は問答無用で使っていいんだぜ。SS が使いにくいってこと以外は本当にいいキャラよね。う、さらっとディスりやがったぞ。次は第6位、阿部の生命よ。このキャラも昔からいるキャラだぜ。結構好きな人がいそうだ。このキャラが重心化開始したのは結構前だけど、今でも現役で活躍できるキャラになっているわ。阿部の生命のコネクトスキルの条件が、水属性のキャラが1体以上、かつき属性のキャラが1体以上ね。別属性を1体編成するのも大変なのに2体も。コネクトスキルは超アンチワープ、全属性キラー、全属性耐性ね。キラーや耐性が乗って超強くなるわよ。もともと持っている原用キラーや魔封じがあるもんな。普通に強キャラになりそうでびっくりするぜ。近畿の極30で強いキャラなんだけど、近畿の極30だけだったら問題ないのよ。あそこは水属性はネオだったり、木属性はヤクモだったりが強いから条件をクリアできるわ。だけどそれ以外のクエストってなると、この条件をクリアするのはなかなかハードルが高いのよ。阿部の生命は光属性なのに、水と木属性を組めっていうのは酷な話だぜ。阿部の生命も出雲と茨城同時と組んでねっていう、運営からのお言葉だったと思うわ。でも、さすがにしんどい条件よね。これをコネクトスキルの書で解決させるといいわ。これは使用する価値ありだと思うぞ。結構強くなるから最高だ。天魔4の適性が少ない人は阿部の生命にコネ書を使って使ったらいいと思うわ。最適性レベルにはならないけど十分強いわよ。天魔で使えるならいいことだ。あそこで苦しんでいるプレイヤーは多いと思うしな。次は第5位ね、孫悟空よ。なんだか工場キャラが多いな。工場キャラが活躍すると嬉しくなってくるぜ。孫悟空のコネクト条件は、自身と種族が異なるキャラが2体以上、または自身と線形が異なるキャラが2体以上。孫悟空は魔族だからこの条件は達成しやすいわよ。あれ？それだったらいらないような。コネクトスキルが超アンチダメージボール、バイタルキラー M、SS 短縮になっているわね。コネクトスキルが結構強力だけど、発動しやすいからいいのよね。だから、それだったら貴重なコネクトスキルの書を使わなくてもいいんじゃないか？でもね、このキャラってめっちゃ強いのよ。何が言いたいんだよ。友情コンボで高スピアップを持っていてサブ友情で爆発系を持っているわ。サポートまでできてアンチアビリティはダメージを受けるものは全部対応してくれているの。アンチダメージボールと飛行を持っているもんな。それがどうしたんだ？私のプレイスタイルだからかもしれないけど、こんなキャラは一体を射解くだけでもいい時がある。スピードアップや誘発でサポートができて、ダメージアビリティ対応だから動いたら負けってこともない。周りを生かすだけって時でも十分使える時があるわ。スピードアップ友情は本当に役に立つことが多いもんな。でも、魔族を複数体積んじゃったらこの方法が使えず、ダメージボールで十中焼かれちゃうのよ。だから全く編成を気にしないようにするため、コネクトの書を使うってわけか。そうなるわ。魔族って言ったらワルプルギスがいるからね。このキャラと相性が悪くなっちゃうわよ。あと、いつか適正クエストが来ると思っているベニマルも魔族だからね。そんなキャラと使いたい時に便利ってわけだ。でも、それで使っていいのだろうか。ここからは私個人的な意見だけど、このキャラ本当に強くない？工場キャラの中ではむちゃくちゃ強い部類だし、SS も分身号令だから本当に使い勝手がいいわ。だから、いつどんなクエストが来ても困らないように使っておくっていうのが私の考えになっているわね。コネクトの書、結構使う派なんだな。時と場合によるけどね。でも、私みたいな運用をしない人は、このキャラにコネクトの書を使わなくていいわよ。参考程度に聞いておいてくれよ。さて、ここからは優先度が跳ね上がるわよ。よろしくお願いしますだぜ。じゃあ第4位、天草四郎ね。お？
ここで限定キャラの登場だぜ。天草四郎のコネクトスキルの条件は、種族、神のキャラが1体以上、かつ自身と種族が異なるキャラが2体以上ね。これがちょっと厄介なんだよな。神と絶対に組ませないといけなくなるんだから。コネクトスキルが超アンチワープ、非属性キラー、状態異常レジストよ。非属性キラーが乗るツインインボリューとスピアが強力なキャラになっているわね。それは煉獄さんでも証明されたもんな。強い友情にキラーが乗ったらそりゃ強い。天草四郎って天魔市で使うイメージがあると思うけど、この強友情であらゆる非属性クエストに行けるわ。近畿の極26は表裏どっちでも行けるしね。未開の大地でも使えるっていうのも大きいわ。でも、神を入れないといけないっていうのがネックってことか。強い神属性がいれば全然問題ないんだけどね。天魔市なら渡辺がいるから問題ないけど、持っていない人からしたら絶望よ。そういう人はコネクトの書を使って解決させちゃうんだな。もちろん困ってなかったら全然いいんだけど、コネクトの書を使っても後悔はしないと思うわ。天魔に適性をもらったから今後が来るかはわからないけど、天魔市に困っている人は使ったら良いわよ。天魔にまだチャレンジしていないっていう人も、天草を持っているならぜひやってみてほしいぞ。天草がいたら難易度結構下がるからね。一度挑戦する価値は十分にあると思うわ。では、いよいよトップ3ね。さあ、誰が1位になるのかな？みんなも予想してみてね。では、第3位。ダルタニャンよ。これはちょっと意外だったかも。そうかしら？でも、2023年にダルタニャンを持っていた人は分かってくれると思うわよ。ダルタニャンのコネクトスキルの条件は、聖騎士のキャラが2体以上、または自身と戦型が異なるキャラが2体以上ね。ダルタニャンの戦型がバランス型だからこれまた厄介なの。モンストの中でバランス型が一番多いもんな。しかも種族も亜人だからこれまた厄介って感じね。コネクトスキルは超マインスイーパー L、超レーザーストップ、SS チャージね。ファーストキラーも持っているから超マインスイーパーと相まって殴りも強くなるわ。ダルタニャンって殴りが強い印象があったけど、こんなアビリティだったらそりゃ強いぜ。超アンチダメージボールも持っているからね。ダルタニャンは近畿の極深淵とか神獣神玉を求めてで、評価を上げたキャラになっているわ。でも、コネクトスキルの条件がかなりきついものになっている。さらに、ダルタニャンと相性がいいキャラがコラボで登場したの。誰だ？そんな素晴らしいキャラは？ジョジョの奇妙な冒険の空城ジョータロー SC よ。これまた大人気キャラが来たぞ。ジョータローとダルタニャンはアンチアビリティが3つ被っていて、一緒に使いたくなるの。だけど、ジョータローの種族は亜人で戦型はバランス型。普通にやったら一緒に組むのは難しいわ。でもコネクトの書を使えば解決ってわけだ。どっちのキャラもダメージを出せるしダルタニャンは SS で HP 管理もできるからね。この2体を揃って使えたら本当に強くて、適正のクエストだったら一緒に使いたくなるわね。この2体が揃ったらボスも涙目だぜ。まあ、どっちも人気キャラだから全然問題ないな。では次第2位。ガブリエルね。これは10周年できた強キャラじゃないか。ここでランクインか。ガブリエルは今までのキャラと違って、コネクトの書を使えば両進化形態コネクト解放状態になるわ。スライドさせる手間はあるけどね。1枚で2キャラ解放されるならお得なんだぜ。ガブリエルの大天使のコネクトスキルの条件が、自身と種族が異なるキャラが2体以上、かつ自身と戦型が異なるキャラが2体以上、守護者が自身と種族が異なるキャラが2体以上、または合計 HP が12万以上ね。種族が妖精だからまだマシだけど、艦隊は絶対組めない感じになっちゃうな。そして、大天使のコネクトスキルが、超ダメージボール、水属性キラー、プロテクション、守護者がアンチワープ、超マインスイーパー M、SS ターン短縮よ。これが一気に解放できるなら最高じゃないか。大天使なんて水属性キラーが解放されるしな。大天使は天魔に、離れ小組に適性を持っていて、高難易度で今も暴れているわよ。離れ小組は運極で持っていたら役に立つから、ガブリエルは運極作成にめっちゃいいキャラよ。あのクエストを周回するなんて、モンストにはプロみたいな人がいっぱいいるぞ。そして、守護者に関しては今は未開52に適正だから、今そこに行けてなくてもたどり着いたら、ガブリエルをスライドさせて使ったら良いわよ。そしたら編成で迷わなくて済むからね。守護者はハイディオでも使った人もいると思うぞ。あの毒 SS が結構強くていい感じなんだぜ。ガブリエルはどっちの形態も SS は強いわ。大天使のガブリエルの SS を HP が残っている時に使ったら、結構なダメージを食らわしてくれるわ。天魔にでは味方に触れてから適当に暴れるだけで、ボスの HP のゲージを一本軽く削ってくれるからね。本当にガブリエルは報われたよな。完全復活って感じになって感動したぞ。一時は最強のキャラだったけど、重心化解する前は一切使わなくなっていたからね。完全に生まれ変わって帰ってきたから、感慨深いポイントもプラスして第2位にさせてもらったわ。使用する価値は十分あると思うぞ。めちゃくちゃ強いからこれでガブリエルを活躍させるぜ。今年はパンドラに期待してますよ。運営さん。では、第1位の紹介に行っちゃおうかしら。待ってました。流行るコネクトの書を使うべきキャラ第1位は、ダラ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 、ダン。ルシファーよ。やっぱりこのキャラだよな。打点の王が第1位だぜ。
ルシファーにコネクトの書を使っている人は多いと思うけどね。ルシファーのコネクトスキルの条件は、種族妖精以外のキャラを含まない、または線形砲撃型以外のキャラを含まないね。艦隊では使えるけどルシファー以外のキャラを入れようと思ったら、少し悩んでしまうんだよな。コネクトスキルが超アンチダメージボール、弱点キラー、壁スエスターン短縮ね。もともと持っている全属性キラー M だけでも強いのに、そこに弱点キラーが乗るっていうバカになるわ。言い方がひどすぎるけど言いたいことはわかるぜ。ルシファーは艦隊で組んでもいいんだけど、爆発誘発キャラとかと組みたい時も大いにあるわ。そんな時にコネクトのことを気にしていたら大変だからね。ルシファーはできることが本当に多いからな。初歩周回、神殿周回、ランク上げ、メダル稼ぎ。言い出したらキリがないくらいあるわね。この中でもメダル稼ぎをするときは星にキャラを編成するんだけど、そのとき使うキャラはスライムかオークかバンテ。どのキャラも砲撃型じゃないし妖精じゃないわ。オークが妖精だったら世も末だぜ。まあ肉丸が妖精だから納得はすると思うけど。コネクトの書を使えば、ルシファーの使える範囲が広がるからおすすめしているわ。おすすめされなくても使っている人は多いと思うから、そんな人はそのまま気持ちよく使ってくれよな。これで、コネクトの書を使うべきキャラトップ10の紹介を終了するわよ。人によって使う優先度は変わるかもしれないけど、参考程度に見てくれよな。みんながどんなキャラにコネクトの書を使ったか気になるわね。よかったらコメント欄を使って教えてくださいだぜ。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとオープン主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。今回はムカつくグッジョブトップ30を紹介するわ。グッジョブの参考にもどうぞだぜ。完全に独断と偏見だから暇つぶしと思ってみてほしいわね。グッジョブの連打は迷惑行為だから控えてくれよな。では、まず30位。キリトね。ソードアートオンラインコラボのキャラクター、グッジョブボイスは、さすがだな!だぜ。このキャラが好きな人ならいいんだけど、急に上から目線でさすがって言われてもね。しかも、女性にモテモテだしかっこいいし強いし、私にないものを持ちすぎなのよ。ただのひがみじゃないか?ランキングに全く関係ないぜ。ムカつくグッジョブだから問題ないわよ。次は第29位。イグローバないね。鬼滅の刃のグッジョブでキャラはまだ未実装だよな。グッジョブボイスは、褒めてやってもいい。だぜ。これも褒めてやってもいいって上から目線なのよね。しかも原作ではあのキャラに好かれているし、あのキャラの彼氏みたいなもんだし、私にないものを持ちすぎなのよ。さっきとほぼ同じ理由でも、冷静にネタバレをしなかったのは褒めるぞ。このキャラはまだモンスト内に実装されていないから、これからに期待よね。鬼滅の刃はまたコラボするだろうから、その時に期待したいぞ。次、第28位ハオね。シャーマンキングコラボのキャラだぜ。グッジョブボイスはちっちゃいな。だぜ。こんなことをこいつに言われたくないわ。失敗した時にこんなことを言われたらへこんでしまうぞ。っていうかちっちゃいってどういうことよ。私の心が小さいというの。何様よ。怒りすぎ怒りすぎ。まだ28位だぞ。ここでそのテンションならいつか頭の血管切れる。シャーマンキングコラボはまた来てほしいわね。朝倉陽なんてまだまだ使えるし、あれ以上強くなったら結構壊れそうだけどな。最近のコラボキャラは強いキャラが増えてきたから、それくらいがちょうどいいのよ。次は第27位ね。エスカノールよ。七つの大罪コラボのキャラだな。グッジョブボイスはおこがましい。だぜ。何言っているのって感じよ。進化前の姿はロロガリメガネのくせに。まあそういうキャラだからな。だったらもっと控えめにした方がいいわよ。七つの大罪も続編みたいなのがあるらしいから、またモンストでコラボしてほしいわね。今年はどんなコラボが来るか楽しみだぜ。次は第26位コナミキリエね。ワールドトリガーコラボのキャラだぞ。グッジョブボイスは全力でまあまあね。だぜ。全力でまあまあねってどういうことって感じよね。可愛いからって何言ってもいいわけじゃないわ。ディスっているのか褒めているのか。近畿の極28で大活躍しているからいいけど、それがなかったら肩パンしているわよ。このキャラは重心化買いまでしているから、次コラボが来たらどうなるのかしらね。普通に一都新重心化だけど、コラボキャラはまだだからな。新重心化コラボでの実装第1弾はどのアニメになるか期待だわ。次は第25位朝霧源ね。ドクターストーンコラボのキャラだぞ。グッジョブボイスはジーマーでバイヤーだね。だぜ。何言っているのこいつ。いや本当にマジで昭和の芸能人みたいな感じだよな。マジでヤバいって言いたいんだぜ。でも原作では結構好きなキャラなのよね。だからランキングもこの順位にしたわ。さすが独断と偏見だらけのランキングだな。ドクターストーンは無用コラボだったけど、またやるのかしらね。ドクターストーンは控えで実装されたんだよな。最近無用コラボも来てないから、またやってほしいぞ。次は第24位犬巻トゲよ。呪術廻戦コラボのキャラだぞ。グッジョブボイスは初見だぜ。こんなところでおにぎりの具を言ってほしくないわ。
食べたくなっちゃうじゃない。ただの食いしん坊じゃないか。お腹いっぱいだったら誘惑されないし。お腹いっぱいでも美味しいものを見たり聞いたりしたらまた食べたくなっちゃうじゃない。それはお前だけじゃ。呪術廻戦も第2弾が来て強いキャラが実装されたわね。鳥は星5キャラだから結構影が薄いけど、グッジョブが可愛いから良しとするか。次は第23位、空城城太郎よ。ジョジョコラボのキャラだな。グッジョブボイスはやれやれだだぜ。せっかくモンストを頑張っているのにこんなことを言われたら嫌になっちゃうわ。人気キャラだからって何を言ってもいいわけじゃないのよ。でもミスショットしたら他のプレイヤーはそう思っていると思うぞ。私は次のショット頑張ってねって思っているわ。本当はやれやれだぜって思っているわね。一緒じゃないかい。ジョジョコラボは次は第何部が来るのかしらね。私は第5部を期待しております。次は第22位、ゴーゼルよ。このキャラも7つの大罪コラボのキャラだな。グッジョブボイスはキュピーンだぜ。こんなこと急に言われたらイラッとするし困るわね。可愛いじゃないか。可愛い？このキャラに可愛い？あなたの可愛い基準は一体どうなっているのよ。今すぐゴーゼルファンに謝った方がいいぞ。もしも自分がミスショットしてキュピーンなんて言われたら、はぁ？何？どういう感情ってなるでしょ？それはお前だけじゃないか。次は第21位、ショッカー戦闘員ね。仮面ライダーコラボのグッジョブだぜ。グッジョブボイスはだぜ。何がいいよ、ちゃんと喋りなさい。ちゃんと原作でもそういうキャラ設定だから仕方ないじゃないか。ショッカーが喋ったら変だぞ。ショッカーが喋る作品もあるわ。そっちを再現してもいいじゃない。そんなセンスのない原作再現はしないと思うけど。仮面ライダーコラボはまた来てほしいわね。1号&2号はワンパンキャラとして強かったからな。あれ以上強くなるって考えると面白そうだぜ。SS ワンパンキャラは強くなりづらいけど、強くなる分にはウェルカムよね。次は第20位、富岡義勇ね。鬼滅の刃コラボのキャラだな。グッジョブボイスは根性で動けだぜ。根性で勝てたら苦労しないわよ。そんな平成のパワハラ上司みたいなことを言ってほしくないわ。いや、鬼滅の刃って大正時代が舞台だし、それを令和のこの時代に持ち込んだらダメよ。訴えられたらそれこそボロ負けよ。そもそも無惨様もパワハラ上司で有名じゃない。一体どうなっているのよ大正時代って。こいつどういう感情でアニメを見ているんだろう。次は第19位、旗王子ね。銀魂コラボのグッジョブだな。グッジョブボイスはラブ&ピースだぜ。平和を望んでいていいセリフよ。こんなことを普通に言えるのは素敵なことだわ。だったらこのグッジョブはいいんじゃないか。でも言い方がムカつくのよ。ピースみたいな言い方、最後のうって何なのよ。うってそれくらいいいじゃないか。そんなことで目くじら立てるなよ。いえ、やはり言い方って大事よ。歌い方に癖がある歌手が苦手な人がいるみたいに。それとこれとはレベルが違いすぎて。銀魂は完全に完結まで行っちゃったけど、またコラボできるのかしら。最近はめっきり使わなくなったもんな。昔は銀さん強かったのに、また強い銀さんが帰ってきてほしいわね。次は第18位、藤原千佳よ。かぐや様は小倉世帯コラボのキャラだな。グッジョブボイスはだぜ。これはね、可愛いのよ。藤原初期の可愛さが爆発しているわ。じゃあ、いいじゃないか。私も藤原千佳は可愛いと思っているんだぜ。でも、これを言われてどうしろっていうのって感じよ。どうんだよ、だからって感じね。そんなこと言っていたらほとんどそうなるような。藤原初期の可愛さがなかったらもっとランクは上だったわね。個人的主観が爆発していて若干引いているぜ。かぐや様はキャラの強さがあまりだったからまたコラボしてほしいわ。スパイファミリーが第2弾をやったから期待は持てるよな。スパイファミリーはアルファコラボだったけどね。次、第17位、陣雄一よ。ここでまたワールドトリガーコラボのキャラが来たぜ。グッジョブボイスはあげせん食うだぜ。食わないわよ、ごめんなさい。反射的に謝ってしまった。食べ物の話はやめてってあれだけ言ったのに。それはお前が食いしん坊なだけであって陣には罪はないよな。ダメよ、すべてのプレイヤーを満足させるのが運営の仕事。私のことも満たしなさい。もうモンストを無音でやってくれ。全員を 100% 満足させるなんて無理だって分かってくれ。モンストは音楽もいいから絶対に音ありでやるわ。じゃあ、むちゃくちゃ言わないでくれよな。次、第16位ね、メルエムよ。ハンターハンターコラボのキャラだぜ。グッジョブボイスはあっぱれだだぜ。なんでこんなに上から目線のキャラが多いのかしらね。コラボ降臨で唯一重心化したからって偉そうにしないでほしいわって感じよ。もともと偉そうなキャラ設定だから仕方ないじゃないか。本当だったらもっとランキングが上なんだけど、原作で私を感動させたからね。これ以上上にはできなかったって気持ちよ。あれ、感動するよな。気になる人はハンターハンターを確認してくれよ。ハンターハンターも次回が待ち遠しいわ。重心化開始したら絶対強くなること間違いなしだもの。
あのクラピカがさらに強くなる。すごくなりそうだな。原作の進みが遅いからどうなるのかしらね。期待は大大大大大だな。次は折り返しの第15位、甘露寺蜜璃ね。またまた鬼滅の刃コラボから登場。グッジョブボイスは止めよ、笑ったろだぜ。蜜璃ちゃんにこんなこと言われちゃったら死んでしまう。それはどっちの意味でだ。悲しくてよ。そうか。なら言われないように頑張らないとな。はぁ、私のプレイスキルを舐めないでよ。絶対に各ステージで1回はゴミショットをしちゃうんだから。よくモンストの YouTube やっているな。霊絶はクリアしているのか。一応ね。だったら大丈夫じゃないか。モンストをやっている人にはたくさん上手い人がいるわよ。その人たちから見たら私はゴミね。あまり自分のことを下げないようにな。次は第14位ミスターよ。妖怪ウォッチコラボのグッジョブだな。グッジョブボイスはウィスーだぜ。何このソフトクリームって感じね。いやいや、容姿いじりをしてはいけないぞ。口が悪すぎてびっくりするぜ。あなたに挨拶なんかされなくてもちゃんとやるから黙って奥に引っ込んでなさいって感じよ。そこまで言われたらウィスパーも泣いてしまうぞ。そんなことしてないで、あなたは羊なんだから私のお世話してよね。あ、ちょっとだけ知っているんだな。妖怪ウォッチも無料コラボだったから今後どうなるのかしら。もう人気もなさそうだしな。何言っているの。コマさん筆頭に可愛いキャラはたくさんいるんだから。めちゃくちゃ好きじゃないか。びっくりしたぜ。次は第13位両面少なね。呪術回戦コラボのグッジョブだぜ。グッジョブボイスは褒めてやろうかだぜ。またまた上から目線。もう一回モンストをやってみてって思うわ。そんなことをグッジョブに言うのは世界中でお前だけだぞ。っていうか選んでいるのはプレイヤーだし。みんなにもう一度言っておくわ。グッジョブの連打だけは絶対に禁止よ。あれは本当に嫌になるからやめといた方がいいんだぜ。連打をやっていいのは SS を使ってほしい時とかだけど、こんなスタンプでやられたら泣くわ。それはわかるかも。褒めてやろうかと言われ続けたくないな。次は第12位アーニャね。スパイファミリーコラボからだな。アーニャはいっぱいグッジョブボイスあるけど、その中からこのグッジョブ、実装された時にむちゃくちゃ見たわよ。9割アーニャなんじゃないかって思ったわ。その中でもこのグッジョブはよく見た気がするな。ガチャのおまけだったから運が絡んだけど、これが当たった人はこれを多く使っている印象があったわね。これはアーニャ好きの私から見たらいいんだけど、普通の人は見飽きたと思うわ。スパイファミリーは最近コラボが来たから次はまだ先ね。アルファコラボだったから普通のロイドとかを強くしてほしいぞ。ロイドなんて今でもまだまだ強いから、中心化界でさらに強くしてほしいわね。次は第11位胡蝶しのぶね。ここでも鬼滅の刃コラボからランクインしたぜ。グッジョブボイスはもしもーし。だぜ。聞いてますけど何かって感じよ。いや、たまにいるマルチで動かない人とか用じゃないか。それだったらまだいいけど、グッジョブは一つしか設定できないからね。私はちゃんとやっているのにもしもーしなんて言われたらイラってきちゃうわよ。しのぶさんのキャラだからって思って割り切ってくれよ。では、ここからトップ10の紹介ね。第10位アガツマ善逸よ。またまた鬼滅の刃コラボからランクイン。グッジョブボイスは俺を守ってだぜ。自分の身くらい自分で守りなさいよ。いやいや、ちょっとくらい助けてやれよな。星5キャラだからって星6キャラに甘えちゃダメ。あなたは強い SS を持っているんだから。とうとうキャラ性能に意見を言い出してきたぞ。でも、若干褒めている。私は私のプレイに集中したいからね。自分のことは自分で何とかしてって感じよ。もうお前はマルチプレイをしたらダメなんだぜ。次、第9位ハンテングね。また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 鬼滅の刃コラボからランクイン。グッジョブボイスはだぜ。敵キャラのくせに怯えてんじゃないわよ。敵なら敵らしくしっかりしなさいって思うわ。さすがに一人で4キャラと戦うのは怖いと思うぞ。ほら、戦隊ものが1対5みたいな感じで。戦隊ものの敵は怯えたりしないわよ。しっかり胸を張って戦隊と戦って負けるわ。でもこのグッジョブは戦う前から怯えちゃってるじゃない。恐怖の感情はキャラそれぞれだから仕方ないと思うけど、顔がイケメンじゃないんだから根性くらい持っていないとね。むちゃくちゃな理論でびっくりするぜ。次は第8位ギョッコね。グッジョブボイスはだぜ。これは笑っているの？怒っているの？楽しんでいるの？どういう感情かわからずイラッとするわ。グッジョブのイラスト的に笑っているんじゃ。この顔もムカつくのよね。なんかそんなに強くないのに上から目線みたいな感じがね。上から目線もダメだし、下手でもムカつかれたらこいつを満たせるグッジョブってあるのか？可愛いイラストとセリフのグッジョブは好きよ。次は第7位マダオよ。グッジョブボイスは助けてくれよーだぜ。助けないわよ。自分で何とかしなさい。あなたにはダンボールバリアがあるんだから。キャラはそうだけどな。でも、あれ見た目通りの神装甲なんだけど、もっとしっかりしてほしいわよ。
何のためにグラサンをかけているのか不明って思うわ。そんなことは思わないし、グラサンつけている人が全員強いわけじゃないんだぜ。でも、アニメでグラサンかけてるキャラって強いイメージない？私はおじいちゃんキャラが強いって印象があるぜ。次第6位ペテルギウスね。リゼロコラボからランクインだぜ。グッチョブボイスは脳が増えるだぜ。だったらブリッジしてないで立ちなさいよ。そんな姿勢だったら誰でも脳が震えるわ。もう自由にさせてあげてほしいぜ。クリスマスコラボの時にツリーになって可愛いキャラのポジションを取れたと思っているの？はっきり言って気持ち悪いわよ。エミリアさんの方が100万倍可愛いわ。そこと比べちゃったら、このグッチョブ使ってる人多かったし、使われたらイラッとしたわね。やっぱりお前はマルチやっちゃダメだぜ。リゼロもまたコラボしてほしいわ。エミリアさん、かわいそうな性能のままだし。アルファは結構強いけどクエストもらっていないしな。待っているぞリゼロ。次は第5位ジークよ。グッチョブボイスはシューだぜ。これは単純に喜んでくれて嬉しいわ。ゲームは一緒に喜びを分かち合いたいもの。そうそう、だったらいいじゃないか。でも、お前じゃない感が半端ないわ。ゲームくらいイケメンか美女と喜びを分かち合いたいわよ。現実ではモテないんだな。なんとなくわかります。 SS で敵のゲージを吹っ飛ばしてこいつにシャー言われても、ねえ、素直に喜べよ。進撃も次実装するのかしら。不遇のコラボだからコラボ開催してマイナスイメージを払拭してほしいよな。次は第4位グエスね。ジョジョからランクインだな。グッチョブボイスは可愛いなだぜ。褒めても何も出ないんだからね。もうツンデレかな。言われたら嬉しいけど言い方がキモいの頂点にいるわ。こんな言われ方したくないわよ。褒めているんだからいいじゃないか。相手の顔も見ていないんだからお世辞もいいところってわかるのよ。スマホ越しでそんなこと言われたって全く響かないわ。いよいよトップ3ね。第3位は海馬よ。遊戯王コラボからランクインしたぜ。グッチョブボイスはだぜ。うるさい。ごめんなさい。でも確かにうるさい。あ、私もムカついちゃったぜ。私的にトップ3はイライラ度がズバ抜けているからね。これは使っちゃいけないわ。ファンもいるから自由に使っていいぞ。もう本当にこの声を聞いたらショットもミスっちゃうのよ。それはお前の腕のせいなんじゃ。遊戯王もいろんなシリーズがあるから復刻してほしいわね。その時は海馬を上回るムカつきグッチョブが出るかもな。次は第2位キースよ。グッチョブボイスは何の成果も得られませんでしただぜ。いや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 、働いてもらえますか？給料あげませんよ。って感じね。何目線で話しているのかわからないぞ。あと、これってかなりの名言だから、かなりの人が使っていたってこともあるわ。マルチで私以外の3人がこのグッチョブって時もあったわよ。あ、それはちょっと嫌かも。このグッチョブは私的にムカつくランキング第2位ね。ここで成果を上げれたキースさん。嫌な成果だけどな。では、とうとう1位の発表ね。流行る第1位は、ダラ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 。ダン。キューベイよ。窓まぎ唯一のランクインなのに1位を取っちゃった。グッチョブボイスは、わけがわからないよ。だぜ。これ説明いる？このセリフにムカつく理由の説明いる？確かに、直接言われたらむっちゃムカつくな。こんな小動物にバカにされたらムカつくに決まっているじゃない。でも、可愛いからいいんじゃないか？今までの流れ的に。あなたは窓まぎを全部見た方がいいわよ。私のこの感情の意味がわかると思うから。気になる人は窓まぎを見てくれよな。映画もまたやるみたいだからその時に復刻しそうだし、原作を知っておくとより楽しめるしね。窓まぎも強いキャラが多かったから復刻に期待大だぜ。これでムカつくグッチョブトップ30を終了するわ。グッチョブもかなりの数があるからな。今回調べていたら可愛いグッチョブを発見できたりして楽しかったわ。みんなもお気に入りのグッチョブとかあれば教えてくれよな。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとうぶ主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。今回は育てるべき守護獣ランキングトップ10を紹介するわよ。守護獣はいざって時に役に立つから知っておきたいぜ。今回はモンストオリジナルの守護獣だけを選んでランキング付けしたわ。コラボで実装された守護獣は入っていないんだな。OK わかったぜ。では早速ランキングに行くわよ。第10位、ザントマンよ。かわいい。刃がたまんないぜ。ザントマンの効果はレベルマックスでボス以外の HP を100万削るよ。雑魚特攻の守護獣ね。100万ダメージが強いのか弱いのかよくわからないぜ。例えばなんだけど、様のクエストではゾンビとアブに、天魔8ではプヨリンとカチリンをワンパンできるわ。お、それは結構便利だな。天魔8ではゾンビの存在も鬱陶しいんだけど、そのゾンビの HP も削ってくれるしね。同時処理しないといけないステージがあったら役には立つわよ。ふむふむ。結構良さそうだけどこのキャラも発動条件が難しいとか？
発動条件は敵を合計10体倒すってだけ。これはそこまで難しい条件じゃないわね。じゃあ、結構使えると思うんだけどなんで10位なんだ？まあ単純にこの守護獣じゃなくても代用ができるってことね。敵の HP を削るだけだからね。しかも100万って数字だけ見たら大きく見えるけど、高難易度クエストでは全く役に立たないことも多いわ。せっかく守護獣を使ったのにミリしか削れていないってなるとすごく悲しい気持ちになってしまうわよ。わざわざこいつに頼らなくてもいいってことなんだな。結論、すべての守護獣に対してそのことは言えちゃうんだけど、この守護獣より便利な守護獣はもっといるわ。だからザントマンは第10位ってわけ。わざわざ育てる必要もないって言われても否定はしないわよ。悲しくなるから早く役に立つ守護獣を教えてくれ。次の守護獣から使う場面が出てくるから安心してね。では第9位。ガマゾウよ。もう少し可愛い守護獣が好きなんだよな。カエルが好きな人にはたまらないんじゃない？ガマゾウの効果はレベルマックスでボスに最大 HP 10% の割合ダメージね。さっきのザントマンと違ってボス特攻。しかも割合ダメージっていうところがいいわ。高難易度はアホみたいに HP 高いからね。高難易度ってそんなに HP を高く設定されているのか？例えば天魔6で言うとあそこのボスの HP はボス1で約2億、ボス3になると約8億くらいあるわよ。はぁ？これまた大昔の話になるけどみんなが HP 高い高いと言っていたクシナダのボス3でも HP 約800万。これだけの差があるわ。だから最近の SS では割合ダメージが与えられるのが人気なのよ。8億を簡単にワンパンできちゃったら低難易度全部ワンパンになるしな。そのあたりバランスを考えてるぜ。天魔6とかも他の守護獣の方がいいかもしれないけど、いろいろなものと組み合わせたらボスの HP を結構削る。照明のみとクエルで 16% 削って、さらに 10% 削るアイテムを使ったら2つの効果が合わさって 26% ボスの HP を削る。この状態でガマゾウを使ったらさらに 10% 削るから合計で 36% 削ってくれるわよ。8億の 36% って、一体どれくらいだ？計算すると約2億9000万くらいね。約3億も削れるなら効果高いぞ。ガマゾウだけだとそこまで効果は大きくないけど、組み合わせで効果が大きく見えるわ。でも、発動条件が難しいとか？条件は SS を2回使用したらいいだけよ。さっきの4回に比べたら少なく感じるわね。道中でも SS を使ったりするからこれは楽かもしれないぞ。高難易度といえばコラボの守護獣、パックやキューベイを持ってなかったらこの守護獣の出番かもね。高難易度では結構使える部分もあるからね。クリアできないクエストと見比べてみたらいいわ。高難易度で HP が高いクエスト、削りが難しいクエストだな。まあ、これもいい風に言ってるけどまだ9位。他の守護獣も見てから決めてね。OK。最後までしっかりチェックしてやるぜ。じゃあ第8位。アンデッドバニーよ。このキャラがめちゃくちゃ可愛いと思うのは私だけ？結構いると思うわよ。ナイフが物騒だけどね。アンデッドバニーの効果はレベルマックスで敵全体の弱点倍率が4ターンの間 15% アップね。これはわかりやすくていいじゃないか？しかも4ターンも続くなんてすごいぜ。高難易度でボスの HP を削りやすくなるわね。雑魚にも弱点があるクエストや弱点倍率が上がっていれば特に有効になってくれるわよ。可愛い、強い、これは最高だと思うんだけど。この守護獣が8位に収まっている理由は？もちろん、他の守護獣の方が強いっていうのも理由なんだけど、発動条件が運頼みになっちゃうことよ。え？うん？一体どんな発動条件なんだ？1ターンでアイテムを2つ拾わないといけないのよ。しかもそれを2回もやらないといけないわ。1ターンでハートとガイドアイテムを取るって感じか？その通りよ。1回ならまだいいけど2回ってなるとちょっと難しいと思うぞ。アイテムがポコポコ湧かない時もあるし。ハートが出るアイテムを使って、あとは自然にアイテムが湧いてくれることを祈るしかないわ。しかも出てきたアイテムをしっかり回収しないといけないからね。2個回収を2回もよ。貫通キャラだったらまだマシだけど、反射キャラだったら難しい時が出てくるぞ。アルセイヌのアイテム回収 SS とか使ったら回収は楽だけどね。運よく2回も湧いてくれることも重要だからね。これ、発動できるのか？何回も試したことあるけど、結構意識しておかないと発動できないことが多かったわ。効果は強いのに悲しい現実。でも、だんだんと慣れてきて発動できるようになってきたら、この守護獣は強いからね。慣れてきたとしても運に見放されたら発動できないからそのあたりも覚えておいた方がいいよな。では第7位。ハンサね。最新の守護獣だよな。ハンサの効果はレベルマックスで味方の HP を 75% 回復するわ。ピンチの時とか便利よね。HP 管理が必要な時とかは結構いいかもしれないな。ハートなしステージとか敵を倒したらヒーリングボール展開されるステージなどではいいわよね。天魔4の最終ステージ、HP4 攻撃で苦しんでいたりしたらハンサの HP 回復でなんとか乗り切るのもありよ。天魔4ってそんな攻撃をしてくるのか。天魔4だけじゃなく回復要素が少ない場合とかはこの守護獣を連れていくのはあり。アムロみたいにドレイン系のキャラを持っていたらこんな効果は不要なんだけどね。逆に回復要素に不安があったらこの守護獣でカバーできるんだな。結構いい守護獣じゃないか？確かにいい守護獣なんだけど使うところを選ぶかもしれないわ。発動条件のせいでね。また発動条件か。
どんな条件なんだ？一回のショットで全ての味方に触れないといけないの。これを6回繰り返さないといけないわ。全部の味方に当たるってよく起きると思うけどな。クエストによったらそうなんだけど、反射カンカンステージとかとの相性は最悪よ。また例に出しちゃうんだけど、天魔4は敵の間にカンカンすることが多いステージになるわ。人によっては打ち方をテンプレート化しちゃってて味方に当たらない打ち方してる人もいるかもしれないからね。カンカンのステージだと使わない方がいいかもしれないんだな。逆に味方に触れるたびに攻撃力アップのステージとかなら相性は最高だと思うわよ。守護獣はステージによって使い分けも大事なんだな。それも覚えておくといいぞ。では次、第6位。グリフォンよ。クールでかっこいい鳥さんだな。グリフォンの効果はレベルマックスで5ターンの間、画面上の敵へのヨダメ 10% アップしてくれるわよ。単純に味方全員の火力が 1.1 倍になるため、特に高難易度クエストのサポートとして役立つわ。倍率が高いような低いような。普通のクエストだったらそうなんだけど、高難易度だったら属性倍率アップとかあるからね。SS 倍率が高いキャラならその効果とも重複するわ。すべて掛け算してくれるわよ。おう、そうなるとヤクモやエクスカリバーのぶっ壊れ SS ももちろん 1.1 倍してくれるわ。あの SS を強くしてくれるなんて最高と思えるわよね。倍率は上がれば上がるだけいいから、この守護獣が役に立つクエストも出てくるわよ。これは結構役に立ちそうだな。でもやっぱり発動条件が難しいんだろ。発動条件は合計で5000万のダメージを出せばいいわ。これはクエストを選んじゃうわね。低難易度クエストではここまでダメージを与えられないこともあるからね。低難易度の周回とかでは絶対使わないって感じなんだな。高難易度で使えて5ターンも持続するって考えると、この守護獣が好きっていう人もいると思うわよ。もっと倍率が欲しいけど、それを継続ターン数でカバーしているって感じなんだぜ。この守護獣は育てていいと思うけど、他にもっと育てた方がいい守護獣もいるわ。絆のかけらも集めるの大変だもんな。よーく考えよう。かけらは大事だよー。それ反射紹介の時にやるべきじゃない？うっかりしていたんだぜ。まあいいわ。次の守護獣を紹介しようかしらね。折り返し地点だな。どんな守護獣が出てくるか楽しみだぞ。では第5位。ビビアンね。初期から実装されている守護獣なんだぜ。ビビアンは反射みたいな HP 回復守護獣ね。レベルマックスで HP を 50% 回復してくれるわ。あれ？反射の方が回復量が多いぞ。これは反射の方がいいんじゃないか？人によるかもしれないし、クエストにもよるけど、反射は過剰回復のクエストが多いのよ。50% も回復してくれたら結構しのげるステージが多いから、発動しやすいビビアンの方が私は使うわね。発動条件ってどんな感じなんだ？発動条件は1ターンで2体同時処理を3回よ。これは発動しやすいわ。HP 回復守護獣は高難易度で使うことが多いからね。高難易度では雑魚の同時処理ステージが多いしね。カンカンで2体同時処理とかゾンビ同時処理とか多いからな。これは発動しやすいのに賛成だぜ。使うのは反射と同じでハートなしステージとか回復手段が乏しいステージで使うべきよね。でも、低難易度ではまあ全く使うことはないわ。これは反射も一緒よね。反射とビビアンの使い分けって明確にあるのか？基本的にはビビアンで十分なことが多いんだけど、反射の方がいいクエストは敵のダメージが痛い時、ちょこちょこダメージを食らうクエストはビビアン、一発が痛いステージは反射って感じね。一発が痛いステージとちょこちょこダメージを食らうステージか。クエストで負ける時って即死ターンに間に合わなくてやられる時が多いと思うの。だから道中で負けることが少ない人はビビアンで十分って考えでいいと思うわね。反射もいいけど発動条件的にビビアンの方がいいって考えってことだな。私は反射の方をランキング下にしたんだけど、ビビアンの方が下って意見も正解だと思うわ。回復の守護獣は評価が低いって人もいると思うけど、私は使う時があったからこのランクね。まあ、言っても5位だしな。まだ強い守護獣がいるってことだぜ。ケースバイケースだけどね。じゃあ次の守護獣を紹介するわ。次、第4位。クシヘネ。花輪が特徴的な牛さんだぜ。ラクダ？牛で合っているわよ。クシヘの効果はレベルマックスで手番のキャラの攻撃力を2倍にするわ。2倍になるっていうのが大きいわよね。おお、これはすごいことじゃないか。2倍になったらぶっ壊れキャラも出てきそうだぞ。誘発した場合友情コンボの威力も上がったり、剣など攻撃力アップと併用可能だからね。掛け算の暴力で敵をボッコボコにしてくれるわ。とんでもない威力を体験してほしいわね。高難易度だと属性倍率も掛け算だもんな。これは育てた方がいいんじゃないか。でもこの守護獣は SS と一緒に使えたりしないのよ。手番のキャラ1回限りだからね。倍率効果アップが継続する SS とかなら使用した次の手番で使ってクシヘを使用すれば掛け算になるけどね。守護獣と SS は同一ターンで一緒に使えないからな。これは少しマイナス点かもしれないぞ。あと、発動条件も簡単ってわけじゃないわ。発動条件はターン開始時に HP が 40% 以下になることよ。低難易度周回とかは無縁だな。この守護獣も高難易度専門みたいだぜ。今回はコラボの守護獣は除いているから、クシヘはこのランクになっているんだけど、
ワールドトリガーコラボのレプリカを持っていたら、そっちの方が倍率は高いからね。コラボを入れたらランキングが変わるけど、コラボ守護獣を持っていない人もいるからな。そんな人はこの守護獣を育てるのも一つの手だし、コラボの復刻を祈るのもありはありね。今までも守護獣が出てきたコラボが復刻したら絶対にサイド手に入れられたんだぜ。でも、絶対に復刻するってわけじゃないからそこは自己責任でお願いしたいわね。まあ、ワートリコラボはまたやると思うけど、その可能性に欠けるのは怖いけどな。じゃあ、ここからトップ3ね。ここからは本格的に使う守護獣になるわ。お、ぜひ紹介してくれよな。では第3位、プリシーパーよ。強そうな守護獣が第3位だぜ。プリシーパーの効果はレベルマックスで友情威力を3ターン 50% アップ。この効果はとんでもなく大きいわ。これは友情キャラに使ったらとんでもない威力になりそうだぜ。プリシーパーの効果で友情火力を上げることができるから、友情メインとなる降臨周回で特に有効よ。ボス戦を1ターンで抜けられる、ワンパンできるようになれば高速周回できる可能性もあるわ。今は高威力の友情コンボキャラも多くなってきたから、そのキャラの友情を強くできるなんてすごいぜ。今では高難易度でもダメージが通る友情コンボも出てきたからね。周回だけじゃない使い方も可能よ。これは本当にいいこと。天魔王では絶対使わないけどね。友情コンボ禁止クエストも少ないからそこまで大きな問題と思わないぞ。この守護獣は本当に強いんだけど、一つだけ問題があるのよ。それは発動条件になるわ。やっぱりそこが壁になってしまうんだな。一体どんな発動条件になっているんだ？プリシーパーは合計で400ヒットを出すっていうのが条件よ。普通に考えたらそこまで難しくないわ。ホーミング系とかスナイプバレットなんかと組み合わせたらすぐに条件を達成しちゃうからね。だったら何も問題ないんじゃないか？逆に考えるとヒット数が多い友情コンボキャラとかがいないと400ヒットを達成するのが最後の方になることがある。ボスをワンパンできそうな強友情コンボ持ちのキャラ、ルシファーやテセウスはヒット数が少ない友情持ち。そうなると少し相性が悪くなっているのよね。これが少しデメリットに感じるわ。ヤクモレイソーのルミナスレイも威力は高いけどヒット数を稼ぐには物足りないもんな。そうなるんだけど、その弱点を補った守護獣が第2位よ。お？急に発表する感じなんだな。では第2位を教えてくれよ。守護獣第2位はフォンフォンよ。こいつはいろんな YouTuber が使っているのを見たことあるぜ。フォンフォンの効果はプリシーパーと全く同じ、レベルマックスで友情威力を3ターン 50% アップね。これは発動条件が緩くなっていそうだぜ。その通りで、発動条件は1ターンで2体同時処理を3回すること。これだけになるわ。確かに400ヒットよりも簡単だと思うぞ。ルシファーとかだと2体同時処理なんてよくあることだから、プリシーパーより簡単になるわね。これは完全にプリシーパーの上位互換では。フォンフォンだけでいいんじゃないか。正直、フォンフォンでいいんだけど、ヒット数が稼げるクエストではプリシーパーの方がいいのよ。だから使い分けっていうのが一番いいんだけど、基本的にはフォンフォンだけでいいと思うわ。低難易度周回でもボスの時にはこの守護獣を使えることもある。かなり使いやすいのがいいところよね。ボスだけしか出てこないステージもあまりないしな。ゴジラコラボのクエストとかならプリシーパーだけど、またかなり昔のクエストを例に出してきたわね。今知っている人は少ないかもしれないわよ。その時からやっているから知っていたんだぜ。ログイン日数だけは一挙前だもんね。ひどい。これは余談なんだけど、プリシーパーの後にフォンフォンが実装されちゃったの。でも性能は2体とも同じ性能で、発動条件はフォンフォンの方が簡単。プリシーパーを育てていた人はプリシーパーじゃなくてフォンフォンでよくねってなったわ。ということは、そう、プリシーパーに使った絆のかけらを返せって意見が出てきたこともあったわ。絆のかけらは貴重だし、集めるのしんどいからな。これは返却機能をつけてほしいぞ。まあ、絆のかけらを集めるモチベーションがある人はプリシーパーに使ってもいいけどね。他の守護獣にはとんでもないポンコツ性能の守護獣もいるから、その守護獣に使うくらいならプリシーパーに使った方がいいわよ。くっ、気が悪すぎてびっくりするぜ。よし、では第1位の発表に行っちゃおうかしら。よ、待ってました。では、育てるべき守護獣ランキング栄えある第1位は、ダラ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 ダン、劣化サメよ。意外な守護獣が第1位になったぜ。私の中では結構ぶっちぎりだけどね。劣化サメの効果はレベルマックスでボスを 99% の確率で2ターン麻痺、ボスを麻痺させるっていうのがポイントね。ボスを2ターン麻痺ってチートのような。発動でボスの攻撃を2ターン分スキップできるから、即死攻撃も狙ってスキップできるわよ。しかも天魔さんのような雑魚への遅延を避けたいクエではこの守護獣はむちゃくちゃ使えるわね。天魔さんは雑魚が攻撃アップしてくれるけど、攻撃しちゃったら攻撃アップのギミックが発動しないんだよな。そうなのよ。あとは今後天魔6でも使う人が増える人も多くなるかもしれないわ。新ギルティの登場によって、天魔6を友情コンボキャラでクリアしやすくなったのよ。ネオとかハレルヤとかになるんだけど、新ギルティのバフで友情コンボがとんでもない威力になるわ。そうなのか。あれ？でもネオとかハレルヤって適正だったっけ？ネオやハレルヤはアンチウィンドウ持っていないから、普通にやったらステージ3で床ペロしちゃうわよ。でも劣化サメをステージ3で使えばその即死攻撃を回避できるようになるわ。
そのため、アンチウィンドウ持ちの適性を持ってなかった人には救世主となる可能性が高いからね。最近の高難易度で使えるなら1位に選出されるのも納得だぜ。個人的には天魔6以外でも大活躍するから堂々の1位となったわ。これは早く絆のかけらを集めて劣化サメを育てるのがおすすめだぜ。これで育てるべき守護獣ランキングトップ10は終了ね。これからも守護獣は増えるだろうからランキング変動もありそうだな。コラボキャラを入れたら全く変わってくるだろうしね。でも、最近モンストを始めた人とかはコラボ守護獣を持っていない可能性もあったから今回は省いたわよ。みんなもおすすめの守護獣がいたら教えてくれよな。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとオープン主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。今回はモンスト初心者あるある10選を紹介するわ。勘違いしやすいこととかも紹介するからぜひ見ていってくれよ。モンストを長いことやっている人は大丈夫だろうけど、初心者の人とかは参考にしていってね。まずはモンストの日に運極モンスターでクエストに行くね。これ、マルチとかやってたら見かけるよな。知らない人のために説明すると、毎月10日、20日、30日は全てのモンスターが運極扱いになるの。だから、運極じゃないガチャゲンキャラでも、運極扱いになり、ラックボーナスで宝箱を2個獲得できるわよ。みんなモンストの日にマルチで回って、運極モンスターを増やしたりしているんだよな。圧倒的に効率がいいからね。なんたって強いガチャキャラもみんな運極なんだもん。でも、そのことを知らない人が、降臨の運極モンスターでマルチに入ってきちゃったりしちゃうのよ。わざとじゃないなら仕方ないんだけど、募集主としてはガチャキャラで来てほしいよな。モンストの日を知っている人はガチャキャラで来い。モンストの日を知らない人はなんで運極じゃないんだ？こんな意見のぶつかり合いが起こっちゃうからね。モンストの日を知っている人は相手もわざとじゃないから心広くお願いしますだぜ。私は簡単なクエストだったらモンストの日に運極降臨を連れてきてもそのままスタートするわよ。でも、本当はガチャキャラで来て欲しかったって思っているんだよな。本音はそうなるわね。あと、気をつけて欲しいのはモンストの日でも全てのクエストがガチャキャラ運極になるわけじゃないわ。え、そうだっけ？モンストの日でガチャキャラが運極になるのは、イベントクエスト追憶の諸子英雄の神殿、守護獣の森は対象外だったりするからそのあたりも知っておくといいわね。逆にモンストの日だからって守護獣の森にガチャキャラを先頭にして連れていかないようにだな。そう考えると絆のかけらって本当に集めにくいアイテムよね。私なんてキャラだけゲットしてそのまま放置しているぞ。私は一応集めているけど供養よね。コラボの時みたいに効率のいい日が欲しいわ。モンストの日対象にしたらいいのにな。そういえば、2月って30日がないじゃないか？もしかしてモンストの日が1日少ないってこと？安心してね。2月の最終日、2024年は2月の29日がモンストの日になるわ。今年はウルード氏だから29日だけど、毎年2月は28日がモンストの日になるからね。そのあたりはちゃんと配慮してくれているんだな。OK、覚えておくぜ。次は至宝の効果は重複しないね。これってモンスポットの効果のことだよな。そうそう。基本的にモンスポット、ワクワクのみはほとんど効果が重複しないわ。今回はその中でも勘違いしやすい至宝のパワーの話をするわね。そんなに勘違いしやすいのか？たまにマルチで至宝のみって名前で募集してる人見たことない？確かに見たことあるぞ。あれって至宝のパワーをつけて参加してくれって意味じゃないのか？意味はおそらくそうなんだけどそんなことをしても全く意味がないわ。だって効果が重複しないんだもの。ということは効果が重複しないってことを知らない人がかなり多い印象があるぜ。めっちゃ名前で見るし。一応公式ホームページの文章を転載させてもらうわね。マルチプレイをする際は、マルチプレイのホストとゲストが所持している両方のパワーが発揮されます。ただし、ゲストが持つパワーは、サブアンテナで獲得したパワーのみが発揮されます。なお、同じ名称効果のパワーを獲得していた場合は、効果の値は合計されず一つのパワーとして発揮されます。ちゃんと重複しないって書いているな。これはスポットの話を書いてくれているんだけど、もちろん至宝のパワーはスポットだから効果重複はしないわ。公式ホームページはしっかり読んだ方がいいな。意外と重要なことを書いている時もあるし。スポットもそうなんだけど、ワクワクのみの効果も同名だと重複しないから注意ね。例えば同族過激の特 L を持っている場合、他のキャラが同族過激のみをつけてもそっちの効果は発動しないわ。前傾過激とか激手過激とかも同じ名前だと効果が発動しないよな。なあなあ、例えば同族過激特 L と特 M を持っていた場合、この時はどうなるんだ？その場合は効果が高い方、特 L だけの効果が発動することになるわよ。これは遊撃、照明、即殺など、ほとんどのみがこんな仕様になるから覚えていてね。ややこしいな。どうせなら重複してくれたらよかったのに。そんなことをしたら照明のみを3キャラに3つつけたら、ボス戦に入っただけでボスが滅されちゃうじゃない。その辺のバランス調整ってことなんだな。でも、さっきからほとんどって言っているけど、重複される効果もあるのか？
唯一ワクワクのみの一撃失神のみだけ効果が重複するのよ。一撃失神は特 L で 3% の確率で気絶するから、3つつけたら 9% の確率で敵は気絶するわよ。それって結構な確率で気絶するような。運ゲーにはなってしまうけど、結構面白いことになるわね。それ以外のスポット、ワクワクのみは重複しないんだな。そうよ。一応補足なんだけど、スポットで学びのパワー、ワクワクのみで学びの力をつけるのは大丈夫。それぞれの効果が発動するわよ。同じ学びって名前だけど、スポットとワクワクのみは別物って考えだな。スポットはスポットで、ワクワクのみはワクワクのみで。それぞれで重複したらダメって覚えておいてね。オーケー、じゃあどんどん行っちゃおう。次はとりあえずルシファーでノラマルチね。ルシファーは確かに強かったけど、私の感覚だとルシファー重心化実装の時もこの現象が起きたわね。これはなんで起きてしまうんだ？ルシファーだったら何でもできるって思っているのか？思っているかもしれないわね。人によるかもしれないけど、ルシファー適正のクエストだったらいいけど、離れ小組とかにルシファーで来られてもな。一応ルシファーや使っているキャラが適正かどうか調べる方法もみんなに伝えておくわね。知っている人の方が多いと思うけど、一応な。頼んだぜ。まず、行きたいクエストを押すと、右の方に詳細って出てくるわ。それを押したらみんなのクリアモンスターっていうのが出てくると思うわよ。そこでランキングが上の方がそのクエストでみんなに使われている回数が多いって証拠。みんなが使っているなら適正って考えで一旦 OK と思うわ。本当は違うキャラの方が強い時もあるけど、キャラの所持率とかもあるからな。強い順で並んでいるんじゃなくて、使われている順で並んでいると思ったら正解だぜ。まあ、みんなが使っているんだから間違いないと思うけどね。でも、実装してすぐの時はみんなのクリアモンスターも表示されないぞ。そんな時はどう選べばいいんだ？そんな時はクエストのデッキ編成まで進んで、キャラのアイコンか一括編成って押してちょうだい。そしたら主要ギミックモンスターが上の方に出ているから、その中から半属性のキャラを選んだらいいわ。水属性のクエストだったら木属性のキャラを選ぶって感じね。そうして選んだら適正キャラで挑めることになるわよ。これでマルチに参加してもみんなから歓迎されるよな。行くクエストの目的によって変わってくるけどね。まあ、今回はルシファーで行く人が多いからルシファーを例に挙げたけど、他のクエストでも適正キャラを選んでね。ルシファー批判じゃないってことだけ覚えておいて。むしろ私はルシファー好きな方だから。私もルシファー大好きだぜ。次は強キャラがボックスで眠っているよ。こんなことあるのか？さすがに強キャラは使うんじゃないか？ルシファーとかエクスカリバーみたいに、友情が誰が見てもわかりやすく強かったり。今回の年始キャラ、マサムネみたいに、バンバン宣伝とかされていたら問題ないと思うわよ。だけど、初心者の人はそのキャラの強さがわからず、ボックスで強キャラを眠らせている場合があるわ。どんなキャラを眠らしてしまうんだ？工場キャラとかだよな。よくあるのは属性弦のキャラとかね。初心者の人は属性弦のキャラとか見分けがつかない人もいるからね。限定キャラを眠らせる。もったいない。その対策もしっかり話すから聞いておいてね。お、それは初心者さんも助かるぞ。まず放置しやすいキャラなんだけど、ルナみたいにすぐに強さがわからないキャラね。あのキャラは味方の SS を短縮できて、バフ SS も持っているからサポートキャラとしては抜群に良し。しかもキラーとかドレインも持っているから、できることが多いキャラって感じよ。でも、初心者さんはその価値に気づかず、ボックスでお留守番をさせちゃうのか。限定って気づかずに重心化もさせずじまいっていうこともあると思うわ。でも、このキャラはとりあえず進化させとけってキャラの見分け方を紹介するわね。そんな方法があるのか？頼んだぞ。モンストは特別な限定キャラを見分ける方法があるわ。まず、何かよくわからない星5から6のキャラをゲットしたら、ステータス画面を開いてみてちょうだい。そしたら、画面右真ん中あたりに金の卵があるキャラとないキャラがいると思うの。お、今ルシファーを開いたら金の卵があったぜ。ルシファーの場合はその卵を押すと、モンストジェネレーション2015って出てると思うわ。その表記はそのキャラが出てくるガチャを教えてくれているの。出てくるガチャが限られているならそのキャラは限定ガチャでしか出ないキャラということになるわ。なるほど、この卵があれば特別なキャラってわけか。今使えるキャラとかはさておき、特別なキャラは強い傾向にあるからそのキャラは育てておいてね。ちなみに、さっきの金の卵だけど、コラボキャラやイラスト違いキャラには出てこないからお伝えしとくわ。金卵があるキャラは強い、かもしれないキャラなんだな。キャラを覚えていくまでは一旦そんな覚え方で大丈夫よ。でも、工場キャラでも強いキャラはいるから、出たキャラを調べるのが一番いいけどね。そんなのめんどくさいな。とりあえず、テセウスとハーメルンパイプは覚えたけど。次は工場ガチャにオーブ全ぶっぱね。そんな恐ろしいことをやってしまう人がいるのか。仕方ないことだけどね。ガチャの見分けなんてほとんどつかないから、新ガチャだって思って引いちゃう人もいるわ。キャラ数が少ないなら工場ガチャを引くのもいいんだけどね。どれが工場でどれが限定でどれがいいガチャなのか初心者はわからないぞ。これは私がまだキャラ持ちが少なかった時の引き方プラス今だったらこういう引き方をするっていうことを伝えるわ。一応、私なりの引き方、オーブの使い方だから、賛否分かれるかもしれないけど、無課金だったらバージョンでお願いします。OK よ。
まず、1月の年始は貯めたオーブを全て使い切っていいわ。年始キャラはそれだけ強いからね。絶対に年始キャラを当てるって気持ちで挑んでね。正宗も徐々に評価上げていきそうだしな。次2月から3月はコラボ次第ね。特に2月11日にあるモンパ9周年のモンストニュースは大注目よ。コラボが強かったらコラボにオーブを使う、そうでもなかったらスルーしちゃっていいと思うわよ。でも、コラボキャラって星4キャラは取っといた方がいいだろ。それは特ダマで引けることを祈ればいいわ。引けなかったら少しのオーブを使うかスルーね。次に4月、去年と同じならここで劇獣神祭とのコラボが来ると思うのよ。ここでまたオーブを全部っぱよ。劇獣神祭のキャラの手持ちが少ないならなおのこと。獣神祭ガチャとコラボイベントはうまうまだもんな。次に5月もコラボ次第でオーブを使って、6月は超獣神祭とコラボがあるからここでまたオーブぶっぱね。7月からはオーブと相談しながら、コラボ、超獣神祭、劇獣神祭を引くって感じにしたらいいわ。特に7月と10月は強いコラボが来やすいから、その時まで取っておくっていうのもありよ。去年は7月に鬼滅の刃、10月は通り部とジョジョだったからな。10月のマイキー、ジョー太郎がかなり強いから、周年とかは気にしてた方がいいってことだな。そして、11月からは年始のことを考えて、オーブを貯めるっていうのがいいわね。本当はこんな流れがいいと思うけど、好きな作品のコラボが来たら問答無用で引いたらいいと思っているわ。好きな作品をスルーしたらモチベーション下がりそうだもんな。これを参考にしようかな。アルファとか悩みどころだけど、性能を見て欲しかったら引くって感じで OK ね。とりあえず、引くガチャは超獣神祭、劇獣神祭、コラボ、これに絞るといいってことだな。そう、これでキャラが揃ってきてから、他のガチャを引くのを検討したり、クリアしたいクエストがあるなら、その適正のキャラを引きに行くって流れがいいと思うわよ。その3種類にオーブを捧げるぜ。できれば捧げたくないんだけどね。次は特急にワクワクミン使って特急 M にするよ。これはこれでいいと思うけどな。せっかく特エルまであるんだからそこまで成長させたいわよね。でも、ワクワクのみは一つのみで一回しか使えないから、そのことを知らずに使っちゃうことがあるのよ。そういえば、私もその仕様を忘れていてワクワクミンを使って特 M にしちゃったことあるな。ワクワクミンは各ワクワクのみで一回しか使えない。これは覚えておいた方がいいわね。特 L のみが欲しかったら必ずワクワクミンを使っていない特 M に使えってことだぜ。あと補足なんだけど、ワクワクのみを付け替えれるワクワクステッキってあると思うの。ワクワクステッキで付け替えできるからいいやと思って、バンバンワクワクのみを付け替える人もいるわ。でも、ワクワクステッキはワクワクミンより枯渇しやすいからできるだけ神殿で手に入れた方がいいわよ。そうなんだけど神殿周回って結構めんどくさいよな。スタミナも結構使うし。これは初心者の人が当てはまるかわからないけど、英雄の神殿の画面の下の方、チケットクエストってボタンを押してみて、これの存在を忘れている人は、知らず知らずに黄金の神殿のチケットが余っている可能性があるわ。で、10枚くらい余っていた。これを利用したら結構時短になるわね。スタミナも使わないからおすすめよ。なんでこんなに余っているんだ？ラッキーだけど。モンストの日で交換したままって人がいるのよ。まあ、あまり使わないから忘れる気持ちもわかるわよ。これで特急のみを集める気になったぜ。特急のみにワクワクミン使わないようにね。次は SS 出し惜しみね。これはよくあるんだよな。なんかもったいないような気がして。どうせ負けるなら SS なんて使っちゃったらいいのよ。負けるよりはるかにいいからね。もう負けそう。あと HP が少ししかない。そんな時は出し惜しみせずに SS でピンチを出した方がいいわ。負けたら1からやり直しだもんな。もったいない病はどこかに置いていくことにするぜ。あと、マルチでやっている時、急にスタンプ連打されることってあるじゃない？あれの多くは SS を使ってほしい時に連打されるわ。その時は空気を読んで SS を使った方がいいわね。たまにずっとスタンプ連打してくる人がいるけど、それは迷惑だからやめてほしいぞ。SS の仕様が分かっていたら出し惜しみも少なくなると思うけど、初心者の方はそのあたりも勘違いしやすいわ。SS の仕様が分かっていないパターンか？そう、それが次に紹介する SS の仕様を間違えるにつながるわね。間違いやすい SS って多いもんな。使ってみないと表記だけじゃ分からない時あるからね。特に間違いやすいのは貫通になる系かしら？あれは初めよく間違えたぞ。めちゃくちゃ紛らわしいことこの上ないぜ。例で言うとランスロットや打診弁の SS は貫通になって何かしらの効果がつくって感じになっているわ。ランスロットの場合は貫通変化プラスブロック無効プラス2段階目だと自強化あり、打診弁の場合は貫通変化プラス自強化って感じね。貫通タイプになりたいっていう時には便利なんだよな。でも、竹見和地やラミエルみたいに敵を激しく貫くって書いていたら注意が必要よ。激しくって書いていたら倍率は上がるんだけど、敵に当たったら鬼のように減速するわ。その仕様を知らずに普通に SS を使ったつもりがあれってなった人も多いんじゃないかしら。何回もあれってなってしまったぞ。あれは説明文だけでは理解できないよな。あと勘違いしやすい文言を一部紹介するわね。最初に触れた敵を丸々で攻撃、こう書いていたらほとんどの場合張り付きとかランダ SS になっているわ。
キャラがちゃんと動いて追撃する場合は、停止後最初に触れた敵に追撃みたいに書いているからね。なるほど、同じような書き方だけど、停止後があるかないかとかを見たらいいんだな。あと、動かないビーム系で言えば最後の文言が放つで終わってるけど、説明文では動く系の文言が使われていない場合、この場合はその場から動かずにビームみたいな攻撃をすることが多いわ。動かない系の SS キャラの説明文を見ると、スピードとパワーがアップ停止後このあたりが書いていないわ。それらを見て張り付き系の SS かとか、動かない SS とかを見極めるってことだな。まあ、最近のモンストはいろいろ SS が出てきて判断が難しかったりするけど一つの見分け方と思っておいて、これで SS の仕様を使う前からわかる、かもだぜ。次はギミック間違いね。これはそんなにないんじゃないか？少ないと思うけど、一部初心者さんには分かりにくいのがあるのよ。例で言うと光のダメージボールとヒーリングボールね。ああ、なるほど。どっちもキラキラしているから見間違えるってことだな。ヒーリングボールで回復しようと思ったら、光のダメージボールだったってパターンね。見間違えてゲームオーバーに繋がった人もいると思うわよ。悲しい。見間違えそうなギミックが悪いのに。あとは属性レーザーバリアね。ある属性だけレーザーの友情が通る仕様のやつよ。レーザーバリアを道中で見かけたから、レーザー友情のキャラを抜いて攻略した人もいると思うわ。あれは確かにわかりにくい。レーザーバリアの色で判断しないといけないからな。ピンクっぽいレーザーバリアは全属性弾かれるけど、赤、青、緑、黄、紫のレザバリは属性を表していて、有利属性ならレーザー友情が通るから覚えておいてね。ギミックもやっていくうちに慣れてくるから安心してくれよな。最後は守護獣つけない、使わないね。守護獣をつけないのか？せっかくあるのに。つけないというか付け忘れや存在を知らないパターンがあるわね。他の人のマルチに入ってなんだこれ？ってなる人もいるわよ。しかも、高難易度に行かなかったら守護獣なんて最悪なくてもなんとでもなるからね。そうか、初心者の人は低難易度を回ることが多いから守護獣がいらないことも多いってことだな。でも、マルチでやっているとき、フォンフォンとかを使ってもらいたいときがあるわ。守護獣を使ってほしいときも、スタンプ連打してくれる人がいるからそれで判断してね。SS が溜まっていないのに連打されるのは、そういう意図があるって覚えておくといいぞ。ちなみに守護獣はキャラの右端の方にいるから、それをポンって押したら発動するからね。発動条件が満たされていたら OK って出ているからそれを見てね。これで、脱初心者を目指してくれよな。今回はこれでモンスト初心者あるある10選は終了よ。モンストもややこしくなってきたよな。家庭用ゲームよりははるかにマシだと思うけどね。私、他にもアプリゲームはやっているけど、まだわかりやすい方だって思っているわ。私にはモンストがギリギリだぞ。いろんな配信してくれる人もいるからいいゲームと思うわよ。私たちもできるだけ、見てくれる人の果てな、を解決していくぜ。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとおくぬしの気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。今回はモンストを破壊した SS& 友情コンボを7つずつ紹介するわ。過去のやつも含めて紹介していくぜ。今強い友情コンボや SS じゃなくて、当時印象が強かったリクエストをぶち壊したものを紹介するわね。どちらも7つずつ紹介していくからぜひ見ていってほしいわ。暇つぶしにどうぞだぜ。では、まずは友情コンボからね。一つ目プラズマよ。これはクシナダで実装されたんだよな。クシナダが降臨キャラで持ってきた友情なんだけど、これが当時恐ろしく強かったの。当時、ガチャキャラを含めても一番強くね。ってクシナダは言われていたわ。降臨キャラなのに、ガチャキャラ並だめだぜ。最強の理由の一つがプラズマの強さよ。ちなみにプラズマは強すぎて、修正が何回も入ったって歴史もあるわ。テストプレイでわからなかったんだな。修正前のプラズマなんてプラズマを引っ張ったキャラが、ワープに入ってもプラズマが出たまんまだったのよ。え、もちろんそのプラズマに敵が触れたら？ダメージが通るわ。だからわざとワープに入ってダメージを出す方法もあったわね。そんな友情コンボだったら強いに決まっているじゃないか。だから印象に残っているのよ。サイレント修正とかも行われていたからね。これはある意味モンストをぶっ壊したと言って間違いないな。次に紹介するのはそのプラズマを強くした友情コンボよ。ハイプラズマね。これはわかる。今でも超強い友情コンボとして使われているよな。プラズマ、超強プラズマはもう使っても弱く感じるけど、ハイプラズマは別格ね。通常のプラズマは自身と味方の間に出たけど、ハイプラズマはその先まで伸びる仕様になったわ。かなり広範囲の敵を攻撃できるようになったぜ。さらに超強プラズマよりも威力が約3倍となっているから、いろんなクエストを壊してくれたわよ。これって初実装はヤクモだったっけ？武装役もね。あの時の衝撃は今も覚えているわ。今はコラボキャラの何体かに実装されているわよ。ジョジョのジョリーン、スパイファミリーの夜アルファ、そして呪術廻戦の7人だな。特に7人なんて超砲撃型で闇属性キラーを持っているわよ。このキラーの威力が乗るハイプラズマは敵をなぞるだけで敵が消えていくわ。この友情コンボ、本当に強すぎるよな。
キラーをつけていいものじゃないぜ。去年の年始キャラについた友情コンボはまだまだ現役。これからも活躍していく未来が見えるわ。キャラの弾き方によってはダメージがどんどん増えていって、プレイしている私たちも楽しいぞ。縦勘や横勘でうまく弾いたら敵をなぞりながら HP をゴリゴリ削っていってくれるわよね。あれは私も見てて気持ちいいから好きよ。引っ張りハンティングが楽しめる友情コンボ、最高だな。じゃあ次、三つ目はエナジーサークルね。これはルシファーが初実装だよな。正確にはエナジーサークル L 初実装がルシファー、初めてのエナジーサークルはアテナよ。確かエナサー M。エナジーサークルって種類あったっけ？サイズは S、M、L があって、だんだんとサークルが広くなり、威力も上がっていくわね。当時はワンウェイレーザーとかが主流で、他の友情コンボがあまり強くなかったっていうのもあるけど、当時のエナジーサークルの威力は驚異的だったわよ。さすがモンストの顔となるキャラの持つ友情コンボだぜ。まあ、ルシファーが攻撃型だったから強かったっていうのもあるんだけどね。エナジーサークル L は縁が大きすぎて当たらないという意見もあったけど、お構いなしの威力だったわよ。エナジーサークルなんて今は全く使わないけど、当時は最強だったなんて。当時のプレイヤーが今のモンストを見たら驚くぜ。今となっては降臨キャラにもこの友情コンボがつく時代だけどね。さて、この友情コンボも何年もの時を経て、何回も進化して今みんなが使い倒している友情コンボになったわ。あ、まさしくモンストの顔が持っているあの友情コンボだな。そう、四つ目はハイエナジーサークルよ。これこそルシファーで実装された友情コンボだ。一瞬で画面の敵が溶けてしまうんだぜ。この友情コンボ、頭おかしいわよねほんと。この友情コンボを持っているキャラに当たるだけで、全敵に大ダメージを叩き出しちゃうんだから。この友情コンボはルシファーだけしか持たないと思ったけど、呪術廻戦コラボの伏黒についたよな。あれにはびっくりしたわよね。もう2体目のハイエナジーサークル持ちが出てきたって思ったわ。だけど、ルシファーは全属性キラー M、弱点キラー持ちの攻撃型だから威力は違うんだけどね。伏黒の友情コンボでもかなりの威力が出るのは間違いないぜ。伏黒はパワーオーラを持っているからそれで威力が上乗せされているわね。ルシファーの強さも相まって、この友情コンボはこれからもまだまだ日の目を浴びれそうよ。簡単なクエストだったらボスワンパンもしてしまうもんな。どんな時代なんだって思うぜ。他の友情コンボでもボスワンパンはできるけど、この友情ほどお手軽に狙ってワンパンできる友情は少ないわね。この上のハイハイエナジーサークルなんて出てきたら、天魔すらワンパンしてしまうんじゃないか？その頃には新しいコンテンツが出てきてるから、そのコンテンツで苦しんでいるはずよきっと。想像するだけで恐ろしい。では、5つ目。電撃ね。これはガブリエルの象徴だった友情コンボだぜ。これも実はガブリエルが初実装じゃないのよね。そうなのか？電撃の友情コンボは大黒天が最初よ。その時でも十分強かったけどね。そうだったのか。この時モンストやっていたのに印象がないぜ。ガブリエルの電撃は砲撃型だったということもあって、威力が上がったのよ。このおかげで敵がどんどん溶けていくって感じね。ルシファーと同じ感じなんだな。今もそうだけど戦型ってやっぱり恩恵が大きいよな。昔は友情コンボの数も少なかったから、強い友情コンボはかなり目立つ時代だったのよ。その後は電撃を強くした超強電撃が出てきたり、電撃の派生、放電なんかも出てきたわね。放電もかなり強かったよな。なんか動画でよく見た記憶があるぞ。放電は強いんだけど初実装が刹那だったし、ガチャで実装されたのがエクスカリバーだったのよ。エクスカリバーは超戦型に潰されて、活躍の期間が短かったから今回は電撃を紹介したわ。年始キャラもいろいろ友情コンボ出してきたけど、初めの方の友情コンボの方が印象が強そうだな。さっきも言ったんだけど、他に強い友情コンボが少なかったっていうのがあるわよ。でも、次に紹介する友情コンボは周りの強い友情コンボに埋もれなかったものになるわ。そんなに強い友情コンボか？6つ目、リフレクションリングよ。この友情コンボが出てきた時、本当にモンスト大丈夫って思ったわ。普通に使っても敵を溶かしていくし、キラー持ちのコピーで強くするなんていうのも流行ったわね。ネオのおかげでコピー持ちのキャラの評価が上がったよな。当時の一番難しいコンテンツ、天魔1でもダメージを与えたのがすごかったわよね。私、たまにネオを使うんだけど、やっぱりリフレクションリングは強いって思うことが多いわ。パッと見たらただの輪投げなんだけどな。あの輪の威力が半端ないんだよ。本当に。その後通り部のマイキーがリフレクションリング持ち2体目としてやってきたわよ。超バラ解放のファーストキラーの威力が乗るリフレクションリングはやっぱり強かったわ。この友情コンボは2体目につくまで長かったよな。まあ、こんな友情コンボをボンボンつけれないのもわかるけど。正宗についているスピニングブレードも同じような仕様だから紹介してもいいかもと思ったわ。だけど、リフレクションリングほどのインパクトはないから今回はリフレクションリングの紹介ね。それはみんな納得すると思うぜ。スピニングブレードも強いんだけどな。まだ2024年も始まったばかりだし、これからもっと活躍するかもしれないわよ。では友情コンボの最後7つ目、ルミナスレイよ。これは今やレイソーやクモの代名詞だぜ。
この友情コンボが初めに実装されたのは、天魔の古城 EX ステージのキャラ、アーキレットね。でも、当時の最難関コンテンツの EX キャラなんてほとんどの人が持っていなかったと思うわ。そこで年始キャラのヤクモが持ってきて、クエストをことごとくぶち壊していったんだよな。まあ、ヤクモは砲撃型で弱点キラー M と友情ブーストを持っているから強いっていうのもあるわ。でも、ヤクモから出てくるルミナスレイの半端な威力にみんな驚いたわよ。配置とかルミナスレイをつける位置とか迷うけど、最大威力はとんでもないぜ。豪絶のボスでも普通に HP を削っちゃうし、天魔7を超簡単にしてしまったからね。その後、ジョジョコラボのジョータロウにもついたよな。空城ジョータロウ SC ね。強い友情コンボはコラボキャラにつきやすい傾向にあるわ。本当だ。ハイプラズマもリフレクションリングも2体目はコラボ。っていうかコラボキャラにしかついていない？コラボキャラは特別って感じを出したいのかもしれないわ。こういうのがあるからコラボキャラは見逃せないんだよな。次は SS を7つ紹介していくわ。そうだったそうだった。SS もしっかり紹介してくれよな。では SS の一つ目、大号令 SS よ。ルシファーが持っている SS だな。当時、星灘も持っていたから強キャラにつくって感じね。大号令は当時、号令と違ってみんなが動くから、安定して大ダメージを出せたわよ。しかも、倍率も乗るからパーティー全員で敵をボッコボコにするわ。これは敵も涙目じゃないか。かわいそうに。キャラによって倍率は違うんだけど、強くなるに越したことはないわね。今でも十分大号令 SS は強いから、この時は本当にみんなびっくりしたと思うぜ。正直、弱すぎる SS もいっぱいあったから、この大号令 SS なんて軽く神レベルだったわよ。なんかブレス吐く SS もあったよな。それに比べたら大号令はすごかったと思うぞ。今となっては大号令 SS 持っているキャラに SS 短縮アビリティがついて打ちまくれちゃうからね。そういうキャラ増えてきたな。SS 出し惜しみをしたらもったいないキャラ。そして、次紹介するのがこの大号令をさらに強くして、今の時代、最強に近い SS になっているやつよ。もしかして。次、二つ目は壁ドン大号令ね。来た。今、エクスカリバーとヤクモが大暴れ中の理由の一つ。ガチャ星5のキャラではエクスカリバーが初実装だったわね。この SS は数々のクエストを今も破壊中よ。星 5? なんか変な言い方だな。エクスカリバーが初実装じゃないのか？違うわよ。エクスカリバーは2体目になるわ。じゃあ、1体目は誰なんだ？著作権注意コラボのグーフィーよ。このキャラは星4のキャラになっているわ。まさか初めてがそいつだったなんて、さすがディズニー。普通の壁ドン SS でも敵を滅しやすいのに、それに大号令がついちゃったからもうめちゃくちゃよ。普通の壁ドン SS も敵と壁の間に入ったらほぼ終わるからな。みんなも思い出してほしいんだけど、2023年、どれだけのクエストがこの SS で葬られたか。ギミックなんて無視で、HP 削られても無理やり突破作戦が横行したぞ。確認だけど、これって自信しか壁ドンで強くならないよな。一応この SS の仕様を説明するわ。壁ドン大号令は壁に当たって強くなるのは自分だけ。味方は普通の SS 倍率が乗るだけよ。壁ドンの強化も上限があるから覚えておいてね。まあ、味方も壁ドンで強くなったらさすがにぶっ壊れすぎているしな。いつかそんな SS も出してくるかもしれないわよ。このぶっ壊れ SS を持っているキャラに SS 短縮アビリティをつけてくる運営様だからね。ぶっ壊せばいいってもんじゃないけど、そんな SS を見てみたいと思っている私。次、三つ目はバフ SS ね。今回はルナで紹介するわ。こいつ、一生活躍できるんじゃないか？さすがに使う頻度も減ったし新ギルティも来たからあの時よりは使わなくなったわ。でも、実装からずっとこのバフ SS でクエストを簡単にしてくれたわよね。バフの効果で攻撃力が2倍とかになるって、そりゃぶっ壊れもいいところだな。倍ってむちゃくちゃなのよね。今はそれ以上の倍率も出てきたけど、ルナが強かった理由の一つがこのバフっていうのがあるわね。っていうかそれが一番大きい理由。こいつもいろんなクエストに連れて行かれたよな。完全に労働基準法を違反していたぜ。もう一つおかしいのがこの SS のバフがやろうと思えば、一生継続できることよ。ルナを知った後、ルナを使わずに普通に回ったらどれだけめんどくさいと思ったか。属性ガチャだったから持ってない人も多かったけど、10周年でルナを選んだ人も多いかもしれないな。複数体はあまりいらないキャラだけど、この SS 持っているルナは1体で猛威を振るっていたわね。正直、ワタツミのバフ SS もいいんだけど、インパクトの関係で今回はルナを紹介させてもらうわ。ワタツミはワタツミで強いけど、当時のインパクトがあるからいいと思うぞ。ここからはコラボの SS を紹介させてもらうわね。コラボキャラの SS って独特でバグっているの多いから、コラボは SS に特徴あるキャラが多いしな。じゃあ、紹介してくれよ。では SS4 つ目。デクよ。ああ、確かに。このキャラのインパクトはすごかった。デクはやりすぎだって思ったわね。実装されるまでは評価低かったんだけど、実装されて SS を使ったら手のひら返したわよ。スマー、使いって、当時の超究極、オールフォーワンを蹴散らしたよな。バイタルキラーの条件とかあったと思うけど、条件が噛み合えばオールフォーワンをワンパンしちゃうわ。
しかも、ヒロアカコラボだけで収まらず、数々のクエストを蹴散らしてくれたキャラね。おそらく、モンストでボスワンパンの言葉を広めたのはこいつだぞ。近畿でもボスワンパンできるクエスト出てくるし、次の銀玉コラボの超究極のボス、カムイもワンパンしたからね。私、近畿の極の8が苦手だったんだけど、デクで楽になった記憶があるわ。なんかいろんなワンパン動画が流行ったよな。みんながデクを欲しがっていた記憶があるぜ。私個人的には好きな作品だったし、あれだけ活躍してくれたのは嬉しかったわ。今は獣神化界までしちゃったから、新獣神化になってワンパンキャラとして戻ってきてほしいわね。天魔をワンパン。そうなったらゲームバランス崩壊のような。一回ゲームバランスをぶち壊したんだからいいんじゃない？だけど、この後デクより強いボスワンパンのコラボキャラが出てくるわ。2キャラ思い当たるけど、多分、人類最強のあの人。5つ目、リヴァイよ。やっぱりそっちか。多分キリトと悩んだと思うけど、モンストをぶち壊したのはリヴァイ兵長だと思うわ。このキャラは SS に遅延の効果もついているんだけど、ほぼ実感しないままクエストを終わらしてしまうわよ。遅延しても敵の HP がゼロだもんな。遅延のことを知らない人も多そうだぜ。豪絶とかでもボスを滅してくれたのは笑ったわね。多少無理してでも連れて行った記憶があるわ。こいつもおおおとか言いながらボスの HP をゴリゴリ削っていくんだよな。あの演出結構好きだぜ。リヴァイって結構長い期間活躍したから、持っていない人は悲しい思いをしたんじゃないかしら？進撃の巨人コラボの復刻は結構先になるもんな。だいぶ待っていたファンも多いと思うぞ。中心化界で SS の仕様がそのままで、がっかりしてしまった人が多いのも事実だけどね。そのあたりはバランスを考えてでしょうけど、リヴァイ兵長だからもっとやってもよかったと思うけどな。まあ、今回のリヴァイは第一弾のコラボの時、破壊神の時のリヴァイって思っていてね。次、6つ目はクラクかね。こいつも一時最強って言われていたよな。このキャラの SS ってやっぱりバカなのよね。知らない人もいるかもしれないからちゃんと説明すると、クラクかの SS は自強化継続にオールアンチ。自分でアンチワークとアンチダメージボール、アンチブロックを持っているんだけど、SS を使ったらそれにプラスして重力バリアと地雷、魔法陣も無効にするわ。今はギミックが増えてきたからオールアンチってあまり言わないけど、当時は全てのギミックを無効にできていた。だからオールアンチ SS なんていう言い方をしていたんだぜ。まあ、今もその言い方で通用すると思うけどね。それにプラスして、自強化倍率1段階目 1.75 倍、2段階目 2.5 倍が、SS を使った自身の行動ターンまで継続するのよ。でもなんかデメリットもあったよな。HP が減るんだっけ？この SS を使ったら毎ターン HP が4000減るんだけどあまり気にならなかったわよ。それくらい強い SS の証拠って思ってくれたらいいわ。これに確かスピードアップ友情を持っていたような。クラピカで言うと今も活躍させようと思えば活躍できるクエストもあるわ。この SS のおかげで火力も今のキャラに追いつくからね。本当に強い SS よ。この前に来た呪術廻戦の五条先生も同じような SS だよな。そうね。でもぶっ壊しで言ったらさすがにクラピカじゃないかしら？五条先生もフォーサーで活躍中だけど、ネオもオールアンチみたいな SS だったし、こんな感じの SS を持っているキャラがいたら注意だぞ。そして SS の最後、7つ目は割合ね。今回は朝倉陽の割合を紹介するわ。シャーマンキングのキャラだな。でも、割合キャラっていっぱいいそうだけど。確かに、強い割合キャラとしてワンピースのエース、進撃の巨人のミカサ&アルミン、テンスラのリムル、上げ出したらキリがないわね。でも、この朝倉だけできる割合攻撃があるのよ。あ、前に言ってたな。なんだっけ？条件次第では 100% 以上の割合攻撃をするわ。これはとんでもないことね。そうだそうだ。敵の HP ゲージを削り切れる割合なんだよな。敵に触れた数とヒット数依存になるけど、そこが上がれば上がるほど割合も上がるわ。だからヒット数の多い友情コンボのキャラとか、スピードアップ友情で朝倉陽サポートができるキャラがいいわね。朝倉陽自身もスピードアップ友情を持っているから、爆発友情を持っているキャラもいいわ。敵の HP ゲージを削り切っちゃったらもうそれは割合というのか？一応注意だけど、ボス1だったらボス1のゲージに対しての割合になるからそこだけ注意してね。敵すべての HP 対象だったらとんでもないぞ。それを 100% 削ったら、あ、か。あれはちょっと特殊ね。すごい SS だけど今回は入れなかったわ。OK だぞ。これで、今回のモンストを破壊した SS と友情の紹介を終了するわ。まだまだありそうだけどな。もっと紹介してもいいんだけど、そうしたら日が暮れてしまうし、飽きるわ。私が、自己中だぜ。みんなもこの友情、この SS も壊れていたとかあったらコメント欄を使って教えてくれよ。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとうぷ主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。いろいろ見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。それではご視聴、ありがとうございました。